見て、俺ヒーローマリオはレプリカに関しては今まで塗った面積0ポイントなんですよ。なんか2年前ぐらいに、生放送とか何も関係なくこそこそ一人で撮ってたのが唯一ヒーローマリオで、結局、なんか2年ぐらい放置して使わなかった武器なんですよ。はい、お待ちしました。ステージはスメーシーワールドで縄張りバトルです。よろしくお願いします。で、今回はヒーロー武器を使った戦いをしていきたいと思うんですけども、みんながヒーローマニューバー、視聴者なんですけどね、ヒーローマニューバーをわざわざこのためにわざわざこのためにゲットしてたのかな、意識過剰ですかね。ちゃんと持ってるみたいで8人揃いました。よろしくお願いします。この武器マルチミサイルなので相手も味方も結構ミサイル撃つと思うんですよ。なのでなかなか、そうだね。うわ、びっくりした。待って、なんか倒した。そして下に降りてますよね、これね。オッケー、倒した。いきなり戦闘が起こって今ちょっとびっくりしたんですけど、そう、マニューバーはクイボと、あ、いるね。やれそう。オッケー、ありがとう、ナイス。今のは爆風入ってたね。ナイス、ミサイルだね。ミサイルと一緒に行くんですよね。やばいで、やばいとなったら逃げて、俺マニューバー溜まったので、ここは撃っていこう。二人に撃っていく。うわ、クイボだ。クイボも強いよな。急そう。あ、降りたね。クイボ投げといて、クイボでいけそう。オッケーオッケー、クイボでいった。ここいるの知っている。ナイス。オッケー。いいハサミ、いい連携。やばい。危ない。もうスライド倒しに行くんじゃなくて、逃げる時のスライドでも使えるから、なんかマニューバー結構使いやすい。すごい危ない。ずっとマニューバーをね、一時期使ってた時期があったので、まあ、使いやすい武器で言われたら多分マニューバーが今一番使いやすいのかな。俺クイボもらったら死に、あぶねえ。オッケー、あぶねえ。3人やっていく。いや本当にね、使いやすい、一番使いやすいから。なんか最近リールガン使ってたけど、さあ復帰に、ここは丸美沙を3人入れといて、ここ塗っといて、ここ結構ね、いると厄介なので塗っとく。ナイスだ。ここいるね。やばい。オッケー。いや、ミサイルが入ってたから今分かったな。一人抜けてますね。ちょっと追っていこう。ナイス。あ、やってくれました。ナイスです。さあ、ステージはヒレオくんがいると言われているスメシワールドなんですけど、ヒレオくんはいません。このマッチにヒレオくんはいません。サボってます。そうですね。相手今塗って、多分スペシャル貯めてるから。いやー、打ってきたな。やーっと、なんでここ、こんなすぐ当たったんだ。真上にあったね、ミサイル今。あ、相手回線落ちてる。回線落ちを見つけました。このタイミングで回線が落ちました、相手。今めちゃくちゃいい打開の、マルチミサイルが降ってきて、ここで打開みたいなとこで回線が落ちてました。かわいそうに。ほら。回線が敵か。でもなんか最近ね、自分の回線も悪い気がして、そうですね、YouTube の生放送しながらやると、スプラの回線が悪くなります。ナイス連携。これ来るぞ。これいいぞ。クイボだぞ。当たったぞ。あれ、いなくなっちゃった。こっちが。あ、ナイス。まあ、3対4になってしまったので、最後は、ゴリ押しだったけども。ありがとうございました。ナイス。じゃ、次のステージに行きたいと思います。はい、お待ちしました。ステージをアジフライスタジアムに変えました。スタジアムといえば、そうだ。野球が今日やってたな。たまたまテレビつけたら、全然テレビうちに置いてないんですけど、たまたまテレビつけたら、その甲子園かな。春の甲子園、春高って言うと、バレーボールか。なんか、東海大相模という、高校名が出ている。高校名を出したらさすがにまずいか。でも野球、高校野球のファンなので、やっぱそういうのいいですよね。コロナの影響でなくなってしまったので、おいし、これ、詰めるぞ。下がったか。ちょっと俺も下がる。これ、ミサイル来てる。やばい。危ない。よし。こう、野球が好きなんです。もうね、スプラしながらね、喋り慣れた気がする、今日。今日なんかめちゃくちゃ楽しいんですよ。なんか目覚めが良くて、なんだろう。普段よりも、スーってできる。なんて言うんだろうね。調子がいいです。なんならスプラの調子もすげえいいぞ。さあ、スタジアム降りてきてない相手。これは実況できるか。相手は降りてきていない。スタジアムから降りてこない。いやー、死ぬ、うなぎ死ぬ。うなぎ死ねたけど、みんなと一緒に、みんなと仲間と一緒に行きたいです。
オッケーオッケー、あゆち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 になりましたミサイルが上から降ってきた。ちょっとびっくりしましたね。味方左で2人いるなんか自分の実況じゃなくて勝手に上から見てる実況をされてるみたいな実況の仕方をしてる。ただマニューバーすげえ強くて、あのマジで使いやすいので楽しい、普通に楽しい。おお、相打ちだー。こう相打ちになってしまった。まあ、射程は同じですからね。あとは、エイム力、あと、クイボとか、サブの使い方とか、あと、なんだ、味方の位置とか、なんか、いろいろな武器は一緒だから、なんだろう。なんか、タイミングとかで決まるよね。勝敗がね。俺、上からクイボ投げて、あ、いる、ナイス。クイボ投げてさ、あ、これ、やれそう。オッケー、ナイス。なーい、やれた、俺。クイボ。な、クイボ。あ、惜しい。もう、惜しい。ちょっと、でも2対1で今、勝ってるけど、どうだ。相手、復帰しちゃったか。これ、やっぱ、クイボが強いか？スタジアムが。オッケー。いやー、ちょっと当たってる。逃げられたか。逃げられたな。危ない。ミサイル、本当に危ないよ。よくミサイルで死ぬからな。んー、どんまい。ミサイルやばい、ミサイルやばい、ミサイルやばい。落ちちゃった。やばい、落ちちゃった。ちなみに落ちるつもり、あー、なかったです。もうやだ、もうやだ。やばい、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 やばい。飛ぶ、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 やばい。よっしゃ。最後めっちゃやばかった。最後めちゃくちゃやばかった。どうしよう、どうしよう。ああ、はい、間違えしました。ステージはアンチョビットゲームズに変更しました。よろしくお願いします。このステージか、どうしよう。塗ってから行こうかな。さっきまでそんな塗っていなかったので、塗ってから行こうかなと。ここのね、こうジャンプしたら落ちちゃうから気をつけないといけない。味方がなんか乗ったね。じゃあここ塗って丸みさを貯めてから行こう。こっちが多分塗ってくれていないから俺が塗ります。ここ本当はもう俺塗ろうとしたところだから、最初ここ塗ろうとしたから、ちゃんと俺ここね。もうやだ、ミサイル、なんでこんなミサイル来んの、なんでミサイルついてんのこの武器に。これちゃんと塗ります汚されたとこ、汚されたとこ塗ってちゃんと塗ってからスタート。 OK、オッケー。もうまたミサイル来てる、また汚される、ずっと汚される、汚くなっちゃうすぐ。はい、オッケーです。もうやばいな、ミサイルの量、両チームがめちゃくちゃ撃ってる、やばいな。味方一人戦ってますね、これ。うん、ナイス、戦っ、オッケー。これはここにいるのか、倒して、うわー、倒してくれ、ありがとうナイス連携。クイボ投げとく。クイボ、オッケーオッケーオッケー。はい、これきついでしょ。よしよしよし、ナイス連携。いっぱい塗るぞー、いっぱい塗るぞこれ。あ、下からも来てますね。ただ上に一人いるな。どうしよう、潜伏か。あ、なんか降りてきた。降りてきたの倒して、んー、ナイスナイスナイス。左いるな。やべ、手首が追いつかないあのマニューバー使ってると手首が追いつかないことがよくある。よいしょ、ミサイルたまるよ、みんなミサイルたまるよ、いくぞ、俺のミサイル待っててくれ。アイテム使ってる、アイテム使ってる。これはやり返しましょう。4人に捕まえた、ラッキー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 、これラッキー。OK、倒した。ここいる、ここいる、ここいる、ここいる。 OK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 、 倒して、あれ、なんか裏いなかった、今もう一人いたと思うんだけど、あ、やっつけてくれたのか戻ってったのか分かんなくなっちゃったもう分かんなくなった。ナイスクイボじゃん、相手クイボ2発で倒したか。コントロールいいですね。高校野球見てましたね、絶対絶対高校野球見てましたね。ずっといて、あ、丸みさ貯めてんのかな。よいしょ、危ない危ない危ない、クイボが危ない。丸見せってきたな。俺も丸見せたまりそうだから、一旦後ろ引いて塗り替えしましょう。これミサイル撃ち込みたいですね。最後にミサイル、ダメ押しミサイル。オッケーオッケー、溜まった溜まった溜まった。
これダメ押しミサイル。きついやつ、これきついやつ。これきついやつだよ。オッケー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 、ピンついてる。オッケー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 。最後のミサイルはきついよ。倒した。うい。最後食いぼかして。さあ、どうだ。まあ、これ勝ったかな。こっちは。さっき負けちゃったのは悔やまれるが。このアンチョビットゲーズ。なんなんだ、最初塗ったとこ。結局塗り返されて、見てみんな、ほら。俺が最初塗ったところ。はい、アマ美術。アマ美術、美大ですね。美大。美大って訳すんや。行きたかったんだよな、一回。こういう美大。なんだろう。芸術に触れたかった。もう子供の頃は全く興味なかったんですけど、絵とかね。博物館とか。ちょっと大人になってくるとね、こういうね、施設、すごい楽しみ。楽しみ。すごいね、楽しいんですよ。歴史博物館とか、最近だとね、歴史博物館じゃない、子供科学館。子供科学館にいたら、お台場にある。あー、危ない。ミサイルめちゃくちゃ撃ち込まれますね、やっぱり。危険だ。この美大を汚さないでくれ。まあ、ちょっと汚れてる方がなんか美大っぽいけどね。なんか美大、俺の偏見だけど、めっちゃ落書きされてそう、ここいるだよな。いないか。危ない。怖い。危ない。うわあ二人やられた。今いい詰め方だったら、さ、真ん中取られております。これは取り返さないとまずいです。ミサイル貯めて取ろう。やっぱミサイル入れて取るのが、あー、取り落ちしてるから、これちょっと今きつい状況。人数不利。人数不利だからスペシャルが貯めるね。ここで行ってしまうと、また不利になるから、俺もやられちゃったら味方が不利になってしまうから、ここはちゃんとゆっくり。ゆっくり行こう。ゆっくり。みんなゆっくり。スペシャル貯めるから待ってね。オッケー、貯めた。行くぞ。オッケー、3人捕まえたぞ。右だ。右3人いる。俺、詰めちゃう。え？ここか。ここいる。うわぁ！うわぁ！うわあ、危ねえ。オッケー、でも、相手のミサイルも危ないけど、ここいる、ここ、ナイス、いい打開。あー、当たんなかった。ここ、オッケー、危ねえ。オッケー、今回は、うちの連携が、うちのチームでみんなで、なのか戦い切った。美大汚すな。オッケー、倒した。やばい、危ない。二人入れとこう。なんか無駄かも、このミサイル。なんかそんな意味ない気がするけど。なんか撃ちたくなっちゃったから撃っちゃった。スペシャルは有効活用しないとね。で、倒したけど、もう一人いる。登りたい。あー行きたいな、あそこ。いや、バレてるよな、これ。バレてますよね。ここ張り付いとこう。ここに張り付いといて、敵が降りてきたタイミングで、バレてないから、これやろうかな。オッケー、倒した。あー、落ちちゃった。これ、倒せ。あっこれ、たまたま落ちちゃったんですよ。こうやって行きたかった。ここから行けるから。うわー最後、ミサイル撃ちたい。いない。あ、目の前に目の前に落ちてきた。撃てなかったんだけど、最後。残念。ありがとうございました。いいね。美大楽しかった、美大。俺も芸術にこれで触れられたかな。はい。じゃあ、マニューバーは終わり。